チャンネルマモブ、はい、皆さんこんにちは、マモブです。今回は質問をいただきまして動画を作ることにしました。マモプのノックダウンのショット、これの秘密を知りたいと、打ち方を解説してほしいということで、その動画を作りました。私なりのまあ解説をこれでしていきたいと思います。ちょっとでもノックダウンのショット分かっていただければと思います。それでは早速どうぞ。残り118ヤード、右からアゲンストでピッチングのショットです。左へのミスは絶対に消したい場面。まずはショットを見てください。スローでもう一回見てください。このショットに隠されたいくつかのヒント、お分かりいただけるでしょうか。ここからは気になる点を一つずつ詳しく解説していくことにします。このショットの注意点です。逆目のライン、右からのアゲンスト、左へは外せる雰囲気がない、ピン右側が高くなっている、ややつま先上がりと、この5点が気になる注意点となります。ピンを見て方向を確認しています。で、ワックルをしながら手の抜きどころとクラブの抜ける軌道をチェックしています。まずアドレスですね。ボールの位置は限界ギリギリに右足の方へセットしてますね。突っかかり防止でややオープンスタンスにして、左腕とシャフトを一直線にすることを気をつけてました。バックスイングの始動から右腕と下半身の右側を一緒に動かすような形で上げていきます。左腕とシャフトを一直線にして動かしていきたいんですが、右の手首の角度が保たれることっていうのを最優先にバックスイングを上げていきます。125ヤード打てるクラブで115ヤード打つという形もあるんですが、低く打ち出してラインを出していきたいので、かなりコンパクトなトップになっています。切り返しを少し早めにするというのがポイントです。右腕、上半身の右側、右手首の角度、それらがばらけないように気をつけてダウンスイングしていきます。右膝のキープするのがポイントです。キープした右手首の角度が保たれたままヒットすると、インパクトで手が体を追い越します。そこまでは上体を起こさないようにします。あくまでも右の手首の角度を保つのが第一優先としています。ヘッドはここでも手を追い越していかないのが注目ポイントとなります。手首の角度イコールフェースの向き、飛球線に対してなるべくまっすぐ振ることでボールとフェースの接地時間が長くなり、低くスピンの効いた球が打てます。ここでのポイントは左肘を抜いていないので、フィニッシュはこれ以上回らないということですね。肘を抜かないことで球を最後まで押すことができます。ポイントを踏まえて改めて見てみましょう。どうでしょうか。参考になりましたか。
動画ではなかなか分かりづらいですね。直接でないと伝わらないポイントはレッスンでお伝えしております。アベレージゴルファーに必要ないかもしれませんが、林やバンカーなどのトラブルショットにも有効なショットです。ただし良い子は簡単に真似しないでください。危ないです。必ず練習をしてから実践してくださいね。それでは皆さん、マモプでした。また見てください。いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。